さて時刻は5時12分を回っています。ここからは萩原和之さん、カメラマンの萩原和之さんが来てくれています。音魂のコーナーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、すいません、バタバタで申し訳ないですね。萩原さん来ないなとかちょっと思いながらね。いや、はい、いやね、高速道路ね、うん、混んでるよ。まあ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 、そうですかね。やっぱね、今日雨ひどいでしょう、うん、皆さん気をつけた方がいいですよ。あの、うん、来るところで、来るところでね、波があるんですよ、はい、で今あの東京の方から来たんですけどね、はい、こう降ったりやんだり降ったりやんだりなんで、で4時くらいから急に暗くなって、うん、こういう時って事故起こしやすいんでね、ぜひ皆さん車気をつけてくださいね。そうですね、うん、さっき出した交通情報がそんなに混んでなかったんで、あの片側になったりとかして、はい、ちょっと交通量が多いって、はい、うんですね、はい、なので皆さん気をつけていただければ、本当に気をつけてください。はい、まあ、あのいよいよ明日から静岡祭りね、静岡桜どう今日はこれあれかな、花散らせの雨になっちゃってはない、あのね、満開になってから、うん、あの1週間くらいは大丈夫だと思うので、ええ、おそらくこの週末は大丈夫だと思います、うんうん、ただその次の週末とかになると微妙ですね、うん、あともう週明けるとさ、はい、だいぶ散っちゃうんじゃないかなと思うんですよ ね、 そうですね。今年は良かったね。あ、明日はちょっと雨か。うーん、静岡雨な、微妙微妙、うん、なんだろう、ヤフーの天気予報とかは晴れになってたり、うん、で他のところで見ると雨になってたりみたいな感じで1週間予報ね、うんうんうん、なるので、ちょっとこの後天気予報が入ってきて詳しいことはお伝えしようかなと思うんですけれども、うん、もうね、明日から来ます、はい、静岡祭りね、見たいな。で土曜日はあれでね、土日はいい天気っぽいじゃないですか。そうですね、うん、今年は良かった、はい、NM、はい、うん、ね、あの中継もありますし特番ありますので、うん、ね、ラジオ片手にお願いします。そうそうそう、あのなんだっけ、やぐらも新しくできたことだしね、うん、はい、うんうん、僕はあの、まあ、まあ役得ということでね、先に見させて、はい、中もあの見させていただいたんですけどもね、なんかあのバーチャル体験ができたりとか。そう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 、うん、あとはなんかこうね、作ってる工程がね、はい、ずっとモニターで流れたりとかね、おお、うん、綺麗なうちに行った方が、うん、すぐ汚れるねって話をしたんだけど、結構怖いのよ、階段が急だったりしてね、で初めのうちはヒノキが滑ってね、うん、こけそうになるんですね、うん、僕も何度もねこうカメラ抱えてて、うん、スルッとかなってね。でもなんかあのあれですよね、やっぱり昔のこうちょっと再現というと、やっぱりこう、うん、階段も急な方がそれっぽいじゃないですか、うん、なんかもう今の、ね、時代に合わせて、うん、ゆったりみたいなこうちょっとなっちゃうと、うん、俺こんなとかって思う部分はあると思うんですけど、まあ、もちろん某、うん、お城みたいにね、はい、中にエレベーターがあったりとか。大阪城ですかそれ。大阪城ありますよね。僕は名古屋城の方は話したんだけど、はい、とかね、それはまあそれで観光で当然必要なんだけど、ね、まあ、あのなんだっけ、山梨の方のさ、うん、某お城に行けば、はい、黒いお城ね、うん、本当に急だったりするし、うん、まあ、あの僕はそのまま残ってるといいな、なんて。松本じゃなくて行っちゃったよ。あれ長野だ、長野だ、はい、うん、ね、そこら辺なんか面白いですよ。お城行くんだったらあの姫路城とかね、あの今まだ姫路城見られないじゃん。まあ見られないけど、うんうん、あのなんか天守閣とかはあれじゃないですか、エレベーターで外からのエレベーターで上がって見れるんじゃないですかね。あ、そうなの？あのネットで検索してください。そう見てください。周りが見られるかも。あの現在あの、まあ、うち地元が姫路なんですけど、うん、今日あのニュースで入ってきたんですけど、うん、あの姫路城の桜も満開、今日満開って言いました。そう、はい、いやね、桜はね、うん、僕もちょっとね、実言うと今ね、はい、なんだっけ、御殿場線って分かる、はいはい、JR の、うんうん、それの駅をね、ちょっとだけ 2,3 個回ってきたんですよ、うん、こっち来るときに、はい、であそこら辺は桜をね、うん、こうなんていうの、線路の、はい、線路沿いに植えたりしててね、うん、結構いいんですよ。で、まあ電車は来るかは別にして、うん、ちょっと見てきた、はい、ただやっぱりこうなんていうのかな、こう雨に濡れた桜もいいですよね、はい、こうなんかしっとりしてて、うん、そうですね、でそれこそね、まだそれこそ散ってないもんで、うん、何下にこう、うん、花びらがそんなにたくさんはないけど、まあ、あのこれ明日は分かんないですからね、まあ、今日こんだけ涼しいと落ちないかもしれませんけどね、うん、それはそれでまた風情があってね、いいですよね。あのやっぱりしっかりとお花見をした後のなんか桜が散った後の桜の絨毯いいんですけどね、花見してないのに、うん、もう散ってるとかって思う人なんかはちょっとかわいそうかもしれないですね、まあ、それもまた風情というものでねそれはね、あの近所のおばちゃんがね、はい、あの道に落ちちゃったのかで、ほうきで入ってこんな、なんてちりとりなんかいっぱいにしちゃってる、そういうのはよくないよ、うんうん、でやっぱちょっとこう風に舞ったりなんかすると素敵だなと思うわけですよ、はい、あの風に舞ってるようなね、うん、もう見てるとすごい綺麗じゃないですか、ええ、あの中を歩いている人なんかもすごく絵になったりとかするし、ええ、
ああいうのとかって写真に撮るとそんなに綺麗に撮れないじゃないですか。おっしゃる通りです。なんでおっしゃる通りです。だからね、もう今日もね、うん、自分カメラ構えながら、うん、はい、桜とかで撮ろうと思って見たんです、はい、そしたらね、見てる以上に、うん、あの写真のこう切り取りっていうのは、はい、だって風情が伝わらないっていうかね、うん、やっぱそのさ、なんていうの、桜だからっていうわけじゃないんでしょうけど、はい、周りの空気みたいなのもあって、うん、それをね一部で切り取るのは、はい、なかなか難しいですよ、ね、うん、潔さみたいなのが必要なのかなと思いますよ。難しい。桜は本当何回やっても難しいし、まあ、ただ年に1回しかないですからね、うん、はい、あのその時その時の桜が違いますから、うん、ぜひぜひ皆さんにも撮ってもらいたい。僕もあのこう桜が別にね、はい、木のところに桜の木に満開になってなくてもいいと思ってるんですよ、はいはい、でさっきあの申したね、下にこう、うん、絨毯になっててもいいし、はい、桜吹雪の瞬間に出会えるかもしれない、うん、で桜吹雪の瞬間に出会うんだったら、はい、背景がね濃いところにいる。お、はいはい、そうするとこう落ちた時に、うん、あの花びらが光るのでキラキラキラって、うん、後ろが明るいところだと綺麗に撮れませんからね、はい、うん、そんなこともねあの考えながらね、うん、あとはこう朝晩で姿が違うんですよ。日差しの方向が違うんで、はい、それもねまた一つ の見方ですからね、一つのこう桜、気に入った桜があったら、はい、時間をこう変えて見てみるのも一つかなと思いますよ。最近ね、ええ、まあ、確かにソメイヨシノって綺麗だなと思うんですよ、ええ、でソメイヨシノってやっぱりたくさん植えられているそのソメイヨシノの桜並木ってすごいじゃないですか、ええ、だけど一本っていう部分で見ると、うん、なんかねしだれが綺麗だなと思うようになって、それはね、うん、年齢とともにね、うん、そういう風になっていくんですよ。でも確かにそうかもしれないです、うんうん、しだれとかそんなにって思ってたんですけど、うん、今年久々に西草深にある、ああそこのね、はい、非常に綺麗なしだれがある桜を見に行ったんですけど、うん、かっこいいなと思いました。あ、そう、僕もツイッターでね、うん、すみません、うちば話になっちゃったけど、はい、ツイッターでどうなってたけど、もう散っちゃったかしらね。どうでしょう、あの時からになるとだいぶもう散ってるかもしれませんね。ね、結構やっぱ葉っぱ葉っぱしてね。ご存知の方なんかはね、うん、ね、見に行かれてる方も多かったですけど、ね、あそこ有名ですからね、はい、うん、あそこ行っちゃうとまずいのか、中見せてくれる。え、そうなんですか。言うとね、ご主人がいらっしゃって、はい、うん、タイミングがいいと見せてくださるんですよ、はい、もう何度か見せて、今どうか分かんないですけどね、うん、あそこは立派ですからね、ぜひ見てもらいたいなと。そうですね、うん、どっ か, なんか気になってる一本とかってあるんですか。まあ、なんだろう、その桜、さっきも言ったようにソメイヨシノとかでいうと、うん、たくさん咲いてるところの方が僕はなんか、うん、ちょっと落ち着くというか、あ、これいいなとかって思うんですけど、うん、やっぱ一本であれば、まあ、美濃区の桜とかも結構有名ですね。 あれは有名ですからね、うん、やっぱこう一本ドーンってあるって本当に風情があって、写真としてもそっちの方が実は収まりやすいんですよ。こうなんていうの、並木でダーッつながってると結局ねピンク色っていうか、まあ実際白になっちゃうんですけど、白で終わっちゃう。そうなんで、一本をこうなんていうかな、一本桜みたいなのって地方にあるじゃないですか。あれをね追っかけるのも一つ、もう一興かなとは思いますね。それこそ駿府城公園の中にもしだれがあるんですよね、ええ、まあ、そこも非常に僕は好きなので、うん、咲いてるものとまだつぼみのものもあったので、ええ、もしかすると今週末ぐらいは綺麗に見頃に咲いてると思いますので、うん、まあ、せっかくなんでね、ソメイヨシノの下でお花見するのもいいですけど、ええ、うん、ちょっとこうしだれも見に行かれてみてもいいのかなと思います、はい、変わってるんですよ、年齢とともに好みがさ、うん、だけどこうしだれはね桜の花が下に行くんですよ、はい、そうなんで撮りにくい。あ、そうです。まあ、今の、ね、カメラっていうのはなんていうのかな、モニターのところが動くので、はい、あ、そう、それで話変わっちゃって、せっかく写真屋なんで言いますけどね、うん、だいぶね携帯とかスマホで撮る人が減ってきた、はい、あ、そうですか。写真を、はい、なんかね今古く感じます、うん、携帯とかこれでピッて撮ってる行為が、はい、なんか不思議ですよね。そういうとこ行ったら、うん、ほとんどの人がカメラ構えてるんですよ。そうかもしれない、ね、だから両極端なんですね、うん、コンパクトか一眼なんですよ、うん、はいはい、先日も目黒 の,、うん、桜を見に行ったんですよ、はい、目黒川のね、うん、そしたらねその両極端なんですよね。携帯で撮ってる人ほとんどいない、うん、あれもまた一つの時代の、あれじゃないですか、やっぱり
ね、携帯で撮る方っていうのは、うん、まだ桜が興味ないかもしれない。やっぱり一眼とかコンパクトとかで撮る人っていうのは、うん、桜を撮ろうと思って出かけてるから、うん、やっぱりそれなりのものを持っていくんじゃないですかね。あ、なるほどね、うん、だから私写真屋なんでね、まあ、そっちに目ついちゃうんですよ。でもいいと思います本当にね、それはね、うん、きっちりね、うん、せっかくなんでね撮っていただきたいなと思うわけですよ、はい、うん、まあ明日明後日、はい、明日明後日違うわ、しあさってか、はい、ここの3日間で、うん、まあほぼねここら辺は桜終わりでしょうからバッチリ見ていただきたいなと思いますよ。ほんまと先月先月ね駿府公園のところの駿府城公園か、はい、お堀のところにザーってね、うん、あれ変色する前に撮ると綺麗ですよ、花びらがね。そうですね、うん、かっこいいなと思って、この間夜桜もちょこっと見に行ったんですよ。なんだろう、もうすでに夜桜って言ってももう下には桜の下には宴会の人たちが、はい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 、もう、ま、写真のいいところは、うん、ガヤガヤした声が入んないっていうのはいいんですけども、うんうんうん、ああもうなんか楽しそうだなーっていうのは正直思いましたけどね。まあ夜までみんなやってるんですよね。まああれはあれでね、言えたら楽しさが伝わればそれでいいのかなと思いますよね、はい、静けさだったら朝一に行かれたらいいんじゃないでしょうかね。そうですね、うんうん、まあ時間をかけてね、はい、見てもらいたいなとは思いますよ、うん、はい、なんか今日バタ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 してて本当申し訳ないすいませんでした。でもね、いわゆる駿府城公園あたりでも萩原さん見かけて写真撮られてるかもしれないので、あ、ちょっと探したいかなと思いますけどね。撮ってますよ、うんうん、声かけてくださいよ。そうですね、撮り方とかいろいろ萩原さんに教えていただけるんじゃないかなと思いますので、皆さんの方がねよっぽど立派な装備で行ってますよ。あ、僕も今ここに手を持ってコンパクトデジカメで行っちゃいますんでね、はい、はい、楽しみです。萩原さん発見したら声かけていただきたいなと思います。ぜひぜひ、はい、ということで、フォト魂のコーナー、カメラマンの萩原和樹さんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。